smiler makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got the style. はい、どうも山本明です。今日はですね、ちょっとあるものを手に入れにアップルの方に向かっています。アップルのね、心斎橋店の方に行ってですね、実際にちょっとね、そのものがあるかどうかわからないんですけど、ちょっとね、行ってみたいと思っています。着くの早すぎましたね。今ね、9時55分なんで、オープンが10時からということで、ちょっとね、待ちたいと思います。Every day we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. はい、戻ってきました。ではですね、早速開けていきたいと思います。で、まずですね、なぜ Apple Store でこの Osmo Mobile 3が販売されているかというところがね、気になるかと思うんですけど、で、Osmo Mobile 2もね、Apple Store で売っていたんですよね。で、やっぱりですね、その Apple で売るっていうこと自体、やっぱりその信頼性のある商品じゃないと置かないと思うんですよね。っていうところで、このね、Osmo Mobile 3、これが14日から、Apple Store で販売されているということで、多分ですね、その Amazon とか、ショップさんとか、まだね、大阪のショップさんには入っていないようなので、それで行くと、一番早く買える場所っていうのは Apple Store かなというふうに思います。でね、アップルで売ってるっていうのがね、やっぱり不思議というか、そのね、DJI さんの、商品力がそうさせてるのかなというところで、私もね、Osmo Mobile 2はね、ちょっとね、どうかなって思っていたんですけど、今回のこの3に関しては、とてもね、魅力的だなというところで私は購入しました。はい。で、もう結構ね、YouTuber さんがたくさん商品紹介しているので、同じことをね、してもしょうがないので、私はね、このね、Osmo Mobile 3を買う前に、モザミニ S というね、スマホ用ジンバルを買っているので、そのあたりとね、また比較していけたらなと思っています。外観の箱がですね、どっちが表なのかな、これ。はい、こちらですね。もうすでに箱の大きさもさらに小さい感じですね。厚さもこれぐらい違うよという感じですね。で、私がね、モザミニ S の前にジウンのね、スムース4を使ってて、スムース4からこのモザミニ S に切り替えた時に、わー、だいぶ小さくなったなって思ったんですけど、さらにこのね、Osmo Mobile 3は小さいと。で、しかもこれコンボというね、ケースとあと三脚付きのやつを買ったんですよね。で、なのでね、箱自体もっとね、大きいかと思っていたんですけど、
このサイズに収まっているっていうのはちょっとね驚きです。ということでですね、早速ね中身の方をチェックしていきたいと思います。ではですね、開けていきたいと思うんですけど、はい、まずですね、これがもういきなり本体ですね。はい、でね、コンボっていうそのケースとね三脚付きのものを買ったので、はい、でこういうねケースが付いてるよということですね。いやー、まあこれめちゃくちゃ質感もいいですね。はい、オズモ DJI というふうに書かれています。でこっちがなんかねポケットみたいな風になってますね。でこれを、まあ、開けると、はい、もうね本体が入っているという形です。いやー本当にねコンパクトですね。まずこれが本体ということですね。で続いて入っているのがあとこの長細い箱だけですね。こっちから、あ、こっちからですね。こっちから開けて、こっちもか、両サイド開けて、でこう開く感じですね。で開くと、まあこの取説関係があるよという形ですね。で片方は USB C から A ですかね。まあ、これ多分充電用かと思います。で反対側にもあって、はい、これがあの三脚ですね。はい、三脚になります。まあ、これもねあのローニー SC にちょっとね結構近いような作りになってますね。コンパクトではあるんですけどね。はい、こんな形です。あとはですね、これだけかな。はい、あとはねあの巾着袋というか、あ、ストラップと、巾着袋ですね。これも小さいですね。これ使うかな、どっちを使うかな。ただこれ三脚ね、これ入らないんですね一緒に。ここもちょっとなぁ三脚、これはこれやっぱ三脚別じゃないとあかんのかなこれ。そうね、三脚一緒に入らなさそうですね。そうなのか、ちょっとどうだろう。こっち入れてみるか。まあ、ケースはいいんですけどね、手軽に持っていくなら、このね巾着の方がいいかもしれないですね。これで、でもこんなんなのか。これ外せるようになってんのか。あ、そうだね。あー、なんか傷つかないようにあえてスポンジを入れてる感じですかね。で中はね車の天井みたいな素材になってますね。あー、すごいな、さすがよく考えてますね。でこっちもね同じように、このスポンジが入っているという形なので、まあ物自体はここに入れていくのかな。ただねやっぱちょっと削れてくると思うので、まあ、当面はちょっとねこれで私は入れておこうかなと思います。はい、こんな感じなんだね。で巾着の中に、まあ、本体は当然ねコンボじゃないものは、はい、これでね入れていくと思うので、これで3
ここが、まあ、入りそうだけど、なんかね、ごちゃごちゃ当たるから、どうだろう、これ。まあ、いけるのはいけますね。傷つかなければいいんですけど、はい。一応ね、本体と三脚が巾着には入りました。ただ、ここの辺がね、動くので、そのあたりが気になるところです、まあね、ケースにはちょっとね三脚入らないので、いや入るようにして欲しかったなというところですね。はい。でストラップはどこにつけるんだろう、ちょっとこれはこれで置いておいて、ストラップは、こちらですね、ここにつけるみたいですね。まああったらあったでいいとは思うんですけど、どうだろう。というところで、まあ中身は以上になりますっていう感じですかね。はい。でモザミニスとね、ちょっとね比べてみましょうか。でこれが、まあ、本体ということで、はい、モザミニ S がねこちらですね。モザミニ S のこの巾着があって、でまあこれで見るとそんなに大きさは変わらないかなという感じはします。巾着に入れた状態の方が分かりやすいかな。まあ、これぐらいの差、どうかな、こんなぐらいの差になりますね。まあ若干やっぱりね、オズモモバイル3の方が小さいという形です。はい。でね、本体を比べていきたいと思うんですけど、向きが、まあ、この大きさの差ですね。いけるかな？ちょっとね、斜めから撮っちゃってるから、わかりにくいかもしれないんですけど、まあやっぱり、一回り二回り、オズモモバイル3の方が小さいという感じですよね。はい。で、どうかな。で、あと、モザミニ S での使いにくさが、私ね、講座でもこのモザミニ S を使わせてもらったんですけど、これのね、やっぱりね、その折りたたみ具合がちょっと悪いというか、これちょっとねここがやりにくいんですよ。まあ、今もねくるくるってなっちゃいましたけど、これの折りたたみがね皆さん苦労されています。まあ、なのでちょっとねこれが結構やりにくい難点というところですね。一番多分私もねこれ何回か使ってるんですけど、ちょこちょここう引っかかって回らなくなったりとかしてしまうので、まあ、そのあたりがねちょっとどうかなというところですね。はい。で重量はどっちがどうなのかな。重量ってどれぐらいかな。ということなので、まあやっぱりですね、後発というか、まあ、開発のね時期はまあ正直わからないですけど、やっぱりですね DJI さんはこの商品力があるなっていうのがやっぱり思いますね。素晴らしいです。で先ほどのそのモザミニ S がこのね折りたたみ式のこの組み立てが難しいよという話をねしましたけど、でこのねオズモモバイル3はこれをね単純にこう上げるだけということなので、もうやばいですねこれ。本当に使いやすいですね。
これだけで済んじゃうという、いやこれはね本当にモザミニ S ではちょっと苦労してたので、これは本当に楽ですね。もうやっぱ軽いです、本当にね軽いですね。で三脚をつけて、三脚はね結構あの立派なものがついてるんで、三脚を足したらあんまり変わらないかもしれないですね、重量的に言うと。めちゃくちゃこれねしっかりした三脚ですね。でモザミニ S に関してはねこういうちょっとねちっちゃい三脚なんで正直ねバランスが悪いです。でちょっとね風が強い時とかタイムラプスを撮る時とかにこのね三脚を使ってたんですけど、やっぱりですね風とかがあってそのモーションタイムラプスを撮っててもやっぱり、ね、動くんですよね。でその動画の質も悪くなってしまうので、このあたりもちょっとね改善の余地があるのかなというところですね。で DJI のね、オズモモバイル3に関してはまああのグラグラすることはもうないです。ここもねやっぱり商品の違いがあるなというふうに思います。はい、ではですね早速ちょっとねスマホをつけてみましょうかね。この状態からストラップのところに微妙だな、邪魔だなこれ、ちょっと邪魔なのでもう私は外しますね。これちょっと三脚に引っかかるんで、まあ、いらないです。はい、でこの状態からこれを起こして、で、まあ、三脚立ててでスマホをまあ挟むということですね。で挟むとちょっとね、上が重たい感じかな。はい。で、まあ、大体これでバランスが取れたかなという感じです。で、電源、ちょっとバッテリーあるか分かんないですけど、で、見つかりましたよということですね。で、これで接続をして、で、ペアリングして、で、同意。これをオンにしたらいいかな。はい、じゃあ次。これはこれでいいですね。アクティベーション成功。で、ちょっとね、ファームウェアのアップデートがあるということなので、はい。で、成功したということですね。これで完了で、オズモポケットと同じね、アプリを使うということなので、ね、どういう切り替えでそれをしているのかちょっとわからないですけど、これでカメラにして、で、はい、シャッタースピードは60分の1、まあこれでいいですね。で撮影モードがまあ私はね1920の、まあ、フル HD ですね、フル HD の、60fps で撮ります。肌効果は使わないですね。で、フラッシュ、ホワイトバランス、ホワイトバランスもまあセットしてもいいけどね、うん、まあ私がね結構好きなのはもう 4800K って決めてるのでこれでいいかな。こっちに、あ、これもできるのか、ストーリーモード、まあ、動画、スローモーション、タイムラプス、ハイパーラプス、もうこの辺いいですよね。これで操作できるっていうのがいいですね。このジョイスティックで操作できるっていうのがいいですね、これ。あとはね、ちょっとね、外でいろいろとやってみたいと思いますけど、いちいちかっこいいですね、これね。1、2、3、これ M モードを3回押してます。でこれでいくと、休止モードになるよという
ことですよね。もうこれプラプラしてますよね。で、1、2、3、はい、これで最初の位置に戻るという形ですね。で、録画開始は当然赤いボタンですし、こちらのね、赤いボタンですし、あとね、この後ろの使い方が、で、ジェスチャー、あー、そういうことね。これ、一つですね、ワンプッシュアクティブトラックとジェスチャーを両方オンにすることはできないみたいですね。まあ、なので、まあ、ジェスチャーはまあその時だけでいいってことか。じゃあ、このワンプッシュアクティブトラックっていうものを、まあ、オンにしておこうかな。で、これでいくと、まあ、これでアクティブトラックになるよということですね。で、長押しすると固定ですよ。で、2回が元の位置に戻りますよ。で、2回、トゥントゥーってことですね。トゥントゥーっていうのがスポーツモード。はい。速いモードですね。になりますと。で、離したら、普通のモードに戻るよということですね。はい。で、1、2、3。あ、1、2、3はカメラの切り替えですね。1、2、3。はい。あ、でも意外に早いね。YouTube で見てたらだいぶ遅かったと思ったんですけど、カメラの切り替えそこそこ早いですね。最初はこのモードってことか。ここがね、私がね、一番引っかかるところなんですよ。で、今までの、ジンバルっていうのは、基本、何も押さない状態が、横のね、動きだけができる状態なんですよ。で、トリガーを押したら上下の動きができるというものだったんですけど、オズモに関しては、まあ、ミラーレス用のね、ジンバルもそうなんですけど、このね、モード切り替えでそれをやるしかないようなんですよ。でそこがね、ちょっとね、実際撮影していてやりにくい部分。はい、というところでですね、ちょっとね、実際に最初に触ってみました。まずね、めちゃくちゃ軽いです。持っていても負担にならないと思いますね。女性にとっても使いやすいと思います。で、あとね、そのモードの切り替えの部分ですね、がどうも私はまだちょっとこうしっくりきてないところで、そのね、動きのモードの方ですね、動きのモードをこういちいちね、メニュー M ボタンを押して変える必要があるというところがですね、ちょっと使いにくいですかね。あとチルトロックっていうのも、まあロックしてると思うんですけど、その大きくね、こう動かすと動くんですよ。で、ちょっとカクカクちょっとね、動くところがあるので、ある程度のチルトロックなのかなっていう感じですかね。これぐらいの時は上下の動きはロックされてるんですけど、ちょっとね、大きく動かすと動いてしまうと。まあ、こういうものなのかな。まあ、あとはですね、いろいろその機能があるので、ちょっとね、自宅では、それがやりにくいので、はい。具体的に言うと、ハイパーラプス。これは、オズモポケットとかにもついている、まあ、動きながらでの、タイムラプスといいますか、早送りのね、映像が撮れると。いう形ですよね。で、タイムラプス。で、スローモーション。で、動画。写真。で、パノラマ。はい。パノラマもいくつかね、モードがあるので、これモード切り替えどこになるのこれか。はい、ありますね。で、ストーリーモードというところですね。まあ、あんま私は使わないと思いますけどね、このストーリーモードは。はい、というところで、
実際にちょっとね、外に撮りに行きたいと思います。